皆さんこんにちは、水戸ホーリーホックの沼でございます。本日はですね、e スポーツということで、我々アプリシエイトさんの本社の方に行きました。で、日頃からですね、J リーグの活動をしてますけれども、この e スポーツをですね、ぜひ、茨城のこの水戸から発祥して盛り上げていきたいなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いします。今日もですね、初めてウィニングレブをやらせていただきます。このゲームっていうのはしばらくぶりでございますので、ぜひですね、今日習得して帰ってですね、帰りにプレイステーション4を買って帰ります。以上です、よろしくお願いします。こんにちは、アプリシエイトの和田でございます。今日はですね、沼田社長をお呼びしましてですね、今日 e スポーツの、大会を、エキシビジョンマッチをやりますので、絶対勝って、頑張りますので、ぜひよろしくお願いいたします。始めます、キックオフ。おーおー、PK か、 PK か、 PK か、 PK を張ってきた。俺さ、ちょっと、VR、VR だよこれ。ファールでしょ、今のファールでしょよね。これはファールでしょ、これ。非常にこういう e スポーツの、楽しさが、特にサッカーということだったので、奥深く我々も刺激を受けましたので、これはぜひ障害スポーツとして、多分やれると思うのですが、サッカー競技だけではなくて、他の、ね、スポーツやってる方なんかはぜひそういった繰り返しやっていただくのが一番いいかなと思いますし、非常にハイレベルな戦いだったので、なので、そこも良かったかなと思うし、55歳を過ぎてもできるという、ぜひ老後の楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。e スポーツ、コロナの影響で延期となっていました e スポーツの水戸ホーリーホックチャレンジカップ、これをですね、ぜひ再開していきたいと思いますので、皆様今後告知をさせていただきます。ぜひ参加の方よろしくお願いします。